はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話。暗闇の中で突然アットのトラムが大爆発してしまいます。やんごとなき一族第6話です。いやー、見応えありましたね。まあ画面に引き込まれるというか、さすがに尾上松也のあの迫真の演技、いやー見応えがありましたよね。まあ健太と明人の間の根深い溝が表面化する今回の第6話、そして内に秘めた闇を解放した明人、そして出世の秘密が明らかにされてしまう美穂子のこの夫婦仲に暗雲が立ち込めてしまいます。作品冒頭では第1話から出演していたダチョウ倶楽部の上島竜兵さん、いやー残念ですよね。訃報が流れ、出演が予定されていたと思われる商店街のシーンには、いや肥後克広さんと寺門ジモンさん、2人で出演となりました。そして今回の第6話です。まあ、有沙は見合い相手の御曹司香川祐希とこれあっさりと結婚を決めてしまうんですね。いや女心ってわからないもんですよね。あれだけ嫌っていた祐希のことを、いや結婚婚約を決めるんですからね。いやわからないですね。女心と秋の空ですかね。その有沙の婚約祝いのために開かれたお茶会、まあ、これは安子の一声で佐都がお手前を披露することになるんです。だがこのお茶席には美穂子のまた悪い企てにより佐帆を知らない佐都の母よしえが免れているんです。場にそぐわない格好で現れたよしえ、マナを知らない振る舞いを繰り返し恥をかいてしまうんですが、しかし持ち前の思いやりの心でこの窮地を切り抜けるんです。そうなんです、日頃からよしえはお店でもお客様のその気持ちに立ったあの姿勢で対応しているんですね。で、安子からも学ばせていただきましたと前向きな言葉をかけられる。安子はこうとも言いました。一番心に響いた言葉、一番大切なことは相手を思う心というセリフですね。その言葉、佐都とよしえは一安心するんです。そして物語は祝いの席の後に、ふと実家が老舗の和菓子屋の万屋寿庵であることを漏らしてしまった美穂子、まあ、祐希の母親が激怒して帰ってしまうんですね。実は美穂子はこの和菓子屋の女将を汚い手で追い出した後妻となったホステスの連れ子だったんです。祐希の母和江は万屋寿庵の先代の女将との知り合いだったんですね。先代の女将はホステスの愛人に女将の座を奪われたというんです。そしてその愛人の娘が美穂子だったんですね。和江は前の女将と仲が良くてね、彼女今でも心を病んでいてて闘病中なのよと告げ、気分が悪いと言ってその場を去ってしまうんです。また美穂子の過去は明人も知っていたんです。圭一に責められ、美穂子を明人がかばうと、圭一は知ってたのか。知っててこの家に薄汚い血筋の人間を紛れ込ませていたということが、この私を欺いて。と激怒。圭一は明人と美穂子に、もう二度と私の前に顔を出すな。といつものように告げるんです。第6話ではとうとう明人が健太に牙を剥く。これまでおとなしく一歩引いた態度で美穂子に圧倒されていたかのような明人だったんですが、美穂子がたまたま電気を消してしまったことでトラウマが蘇るんです。それは父圭一から暗闇に閉じ込められている過去の壮絶なしつけだったんです。長年の嫉妬と恨みから明人の行動の矛先は健太へと向かい、声を荒げ優しい弟を拒絶するんです。いやさすが尾上松也ですね。見せてくれますね。ついに明人は自らの意思で健太への憎悪を爆発させるんです。尾上松也、いや激情する明人を生々しく演じますね。あまりの迫力、そして悲しい生い立ち、思わず息を呑みます。手を跳ねのけ、そしてその顔やめろって言ったろと兄を思う表情すら否定される健太。第6話でも見せてくれました松下洸平の
演技ですね。兄を思うその表情すら否定される健太のあの表情、振り払われた腕の痛みは心の痛み、ひたすら兄弟を大切に思って生きてきた健太、いや自分に向けられた憎悪を自覚した心の苦しみは計り知れない、あの名演技です。胸が張り裂けそうになったのは圭君だけではないと思います。またまた松下洸平の優しい場面が数々ありましたよね。お茶会の準備に追われ忙殺される里の思いやるキス、そして手料理のあのシーン、健太がどれだけ温かい人間なのかを痛いほど伝わってくるあの松下洸平からにじみ出た演技だと思っています。それだけに心底兄を助けたいと願う健太の優しさが拒絶されるという出来事は私たちにとってもショックだったものに違いありません。里の存在が徐々に深山家の中で受け入れられつつある反面、健太と兄、そして健太と父の関係は悪化するばかりです。さらに次週の予告では円満と思われていた里と健太の関係にも、いやどうなるのか、苦しい展開が続くのか、里と健太の革命に心から期待を持ち続けたいと思っています。それではまた皆さんお会いする日を楽しみにしております。ごきげんよう、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。